はい、気ままにもっと恐れんです。あのー、今回はいつもと違う形で動画の撮影をしていこうかと思います。ですが、t シャツはね。気ままにメンズの t シャツはちゃんと着てます。あのー、今回撮る内容なんですけども、あの今回は今話題となっているレペセン地球の会社のことについて話していきたいと思います。あのー、こん話を聞いた時にマジかと。 もうそんなことがあるのかと思うぐらいねびっくりしましたあの何がそんなにね騒がれてるのかというとエペゼン地球という会社は H さんっていう方にその H さんっていう方が100%持ち株株式を持ったまま作られた会社みたいで DJ 社長が売れた頃にまた同じぐらいの価値で返すよっていう話だったみたいなんですがそういかなかった。 というこでで今回も見てるわけですじゃあど,のふどんなふうにねそういかなかったのかというと株,株は渡すとこういう内容で株式は渡すよっていう契約書を見せられたみたいでその内容が、まあ、レペゼンチ球が出した全部の曲、まあ、あと名前あとカラオケの印税そういったもろもろ H の所有にするということみたいだったみたいでそれはあんまりだろうっていうことであの今回。 その条件は述べないから最終的に DJ 社長はクビにされたということで今回騒がれているわけですで僕これ聞いた時に DJ 社長も100%、あのー、株を持たせてしまってこの会社を作ってしまったっていうことが一番の欠点ご自身でも言われてるんですがそれが一番の欠点だったのかなと思いますやっぱりこれを聞いてる限りみんなそう思うかと思うんですがやっぱり自分事ではないんですがやっぱり聞いてるうちにね 頑張って、そこまでデカくしたのに、あの、そんな風にあっけなく捉られると、ものすごい悔しいと思うんですよね。ね、だって自分が体張って、そこまでデカくしたわけですよ。まあ、やっぱりその、H さんも経理上のことはね、管理していて、多少なりとも、あのね、苦しいことも経験してたんですけど、なんかその DJ 社長のね、動画を見る限り、あまりだろうっていう場面が多かったです。で、現在、DJ 社長たちは、 あのー、キャンディーフォックスというグループと、あのー、レペゼンフォックスという、あのー、YouTube チャンネルで SNS 上で活躍をされています。やっぱり、ね、あのキャンディーフォックスっていうのはなんかこう <laughs> 映像で物語を作っていくような感じで、まあ、好き嫌い分かれるのかもしれませんがとてもね体勢もされていてどどんと伸びて 言っておりますやっぱりその若い人の目をね積むのは僕どうなのかなって思うんですよねそこが一番思いますねこれからもねまだまだねあの売れて活躍していくと思います僕もねあのこのチャンネルしてるんですがまだまだでかくしていきたいと思いますまあね DJ 社長さんたちと比べるとものすごいへのようなチャンネルですが あれ、それでもね、20人、今は20人です。20人のチャンネル、フォロワーの方々がいて、とても嬉しく思います。これからも僕自身も YouTube チャンネルを、YouTube で動画を上げていきますので、何卒よろしくお願いします。じゃあ今回は以上で動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。